これでいいのか。ユフィと合流した。はい、はい、あ、シルク入れてんのか。回復のための装置かな。よし、じゃあさっき話した通り、ヴィンセントはこのまま潜入、あわよくばネロとバイスを倒す。で、私はその隙に中心部に侵入してローを止めると。まあ一人の方が身軽でいいや。じゃあヴィンセントも頑張ってね。ユフィ一人で大丈夫なんかな。止めれるんか。機械系詳しいのか。え、何？グリモア・バレンタイン。ルグレツィア、ちょっといないのか。クリーマーバレンタイン書いてあるね。おとんのことは知ってるんかな、ヴィンセントは。親父、何も知らないのか。ルクレツィア、この資料は。あなたには関係ないわ。関係ある。なぜ親父と。なんで。やめて、聞きたくない。ルクレツヤ、ダメ、私のせいで、あの人、あなたのお父様が死んだ。関係ないと思った。ただ、私は彼女の笑顔が見たかった。でもあれから彼女は私の前で笑わなくなった。じゃあ私の元に来てくれるんだね。はい。彼女が幸せなら構わない。ん？北条。あ、その後にくっついてセフィロスが生まれるみたいな感じか。どうした？奴らを倒し、オメガ復活を止める。ちゃんとした理由はあるのだろうし、これはケリをつけねばならぬことのようにも思う。が、正直よくわからんな。そうですよね。私もわかりません。ただ、私は。この星から命が消えてしまうのはとても悲しいことかもしれないと、そんなことを考えました。お、始まりの魔航路0番って書いてあったよね。書いてあったというか見たわけではないけれども、あー、これでシェルクはそこに置いていくんだね。0番魔航路だから、はい。あ、あれ、どこ行った。いやー、なんでそっちが行くんだよ。オッケー、勝てー。オッケー、
なんかすごいね。あ、飛んでるわ。あ、あの下に人落とされたのか。ガーゴイルを倒せ。あ、あいつガーゴイルっていうの。あれは、あれなの？あの、獣なの。元人間とかそういう感じではないのか。終わった？お？回り出した。弾二つ。危ねえ、今、言いそうになったわ。またお前ら？あー、なんか、機械も追加された。あ、いっぱい乗ってる。嫌だなー。こんなんばっかや。これさ、今ミドルつけてるけど、ロングバレルにしようかな。ケルベロスロングバレル。買った。はい、オッケー。もう綺麗に落ちたな。ぶつかってくるかと思った。で、ここか。これ。あ、上からなんか落ちてくるわけではない。ああ、どこ行くねー。めっちゃ走ってくじゃん。どこ行った？うわー、めっちゃいる。あ、よくも。よくもやりやがったな。エーテルのもう。ネロまだ倒しきってないから、ネロかな、先に。の後、バイスだよね、多分。もっともっと。ユフィか。無事だったみたいだね。お前もな。止まったんか？この奥。うん。ああ。おそらく。え、ユフィも一緒に行くの？大丈夫かな？ユフィ、露出高いけど。結構やばそうじゃない？露出高いと危なそうじゃない？なんだ？まさか。これがバイス。あっぽいな。下に座ってるね。あ、あれって死んでるんじゃ。髪が白い。あ、ネロさん。目覚める。はい。その身にカオスを宿したあなたと同じように。え？そうか。なるほどな。ちょっと全然わからないんですけど。ああ、やっと兄さんが目覚める。あの男に話を聞いてからここまでとても長く感じました。誰だ？北条か？聞いた？ちゃうか。誰に？言わんのかーい。あ、バイス。バイス、テレビに出てた時は、まだ、なんか喋ってたけど。も飲まれてしまったか。
これまずユフィを助けんといかんな。え、大丈夫なん？あー、ダメそう。なんだ？ナイス、ヴィンセント。大丈夫か？あれはネロ自身なのか、あの黒いのは。死ですかね。僕の持つ闇はどんなものでも取り込む、そしてそれを自由に取り出すこともできます。ほう。ただ闇に近いものほどよく残る。死の想念とかね。ここのところたくさん取り込んだもので。ひどい。ユフィ、お前はここにいる。そうでした。あなたは取り込めなかった。さあ、ネロ戦来るぞ。なんだ、特殊ステージ。兄さんの目覚めを邪魔させない。まさか完全なステージだと思ってなかった。ネロの中か。あの羽がそう、あれか、なんだこれ。あ、いたわ。羽とは別にいたわ。あ、手になってんだ。何それ。何それ。ネロラフレアさん、まずあのちっこいのケツ飛ばすか。いや、むずっ。痛い。いや、当たんねえよ。あ、ああいう時に、そうだな、なんか攻撃しようとしてるやつに狙えば良さそう。あと2個。OK。 これで What's、 ダメそう。逃げれてない、逃げれてない。あ、これ奥行けるのか。当たってる？これ当たってなさそう。マリア貼られてる。あ、降りてきた、降りてきた。いた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 。なんだなんだなんだ。噴火してる。まだ行けるかな。あ、痛いね。あ、足。いや、見にくい。なーにこいつ。あー、バリア貼られちゃった。これでもう一回最初からってことか。あ、違う、ジャンプしてんのか。なんだ。はい、ひとまず動き回れば良さそう。痛い。いやいやいや、連チャンで当ててくるんだって。よかったー、見えない壁あって。落ちるとこだったわ。あ、携帯変わる？
や、携帯変わりそう、普通に火使ってたし。あ、ついに本体来ますか。おお、すごい身軽。おお、いいね、かっこいい。ウィングシューター。ただ一つの光。え、足場ここだけ？マジ？これロングバレルのが良さそうなので変えましょうかね。したか。生まれる前から闇に落とされた気持ち、わかりますか。あ、一発ずつ当ててくのか。オッケー。オッケー。やったぜ。おいおい。バレル戻しとこうかな。あ、帰ってきた。大丈夫ユフィ。ごめん。情けないね。いやー、でも、しゃあないっしょ。だって、ユフィ、耐性、あ、耐性ないし。いや、5000ギル、やったー。あ、もう、違う。あー、いけるな。マスターミドルバレルにできる。正確な射撃ができると言われる最強のミドルバレル。これにするか。おお。バイス、目覚めましたか？もう立ってるわ。もう意外と太い声してた。なんか道着みたいなの着てるね。こんな声だったっけ。めっちゃ笑ってるわ。兄さん、僕だけのやっと会えた。殺されそうじゃね、普通に。兄さん、やっぱりやっぱりバイス、髪の毛ふさふさだ。お前は用済みだ。ネロみたいに特殊ステージになるのか、それともここがステージか。おお。この身はオメガと同化を果たした。はい、貴様の身にカオスがあるようになる。なるほど。もっとも、所詮カオスはオメガを生み出すための駒でしかない。その点、この身に宿るしオメガは星の海をも超えるハイウェブ。うん。え、ね、マウント取られてるってことは今。存在しない。存在しない。しかし、ヴィンセント・バレンタイン、お前とはつくづく腐れ縁だな。え、知ってんの？何？誰だ？わからんか。私は3年前、セフィロスを追いながら、はい、世界中のネットワークに自らの断片、そう、私の頭脳、知識と思考のデータ、それをばらまいた。そ
してネットワークに散らばり、生き続けた私の断片はメテオ災害をも超え、再び復活したネットワークとともに一つに再構成された。元はこれは新たなリユニオンだと思わんかね。宝珠博士ってこと？まさかお前は。あ、声が。めっちゃイケメンになってる。おお、どうも。私はね、もともとあの女の理論などは信じていなかったね。アルクレチアのこと？貴様が生きていたのも、うん、カオスなんかとは関係がないと思っていた。しかし3年前、貴様が私の知らぬ魔獣、そう、カオスに姿を変えたとき、私は驚いたよ。あの女の理論は本当だったんだとね。そしてならば私がオメガとなることも可能ではないかと考えた。宇宙を巡るシステムの一つとして生まれ変わることができるかもしれぬという。これは最高にゾクゾクするだろう。ただオメガを身に宿すには強靭な肉体が必要だ。それも波の肉体ではいかん。はい、そうそう、貴様は私の改造によってその土台ができていたことに気がついていたか。それでなければカオスを受け入れることなどできなかったろう。肉体改造自体は北条がしたんだ。バイスいなくなっちゃった。はい、私は自らの肉体をジェノバによって強化しようとした。うん、うんうん、なあ、あれ失敗だ。うん、これは本編だね。まさか思考すら食われ、あまちさえ貴様らに滅ぼされるとはな。まああの状況を乗り越えられなかった時の保険として我が断片をネットワークにばらまいたんだがな。なんかバイスイコール北条ってなったら一気に小物感が。おそらくこの星で最も強い生物がいる、このディープグラウンドにね。強い生物。しかし好都合だったよ。ネロはこの肉体を蘇らせた一心。ああ、元は別の人だったのか。じゃあバイスは私が頭の中を奪ってしまうことを知らずにね。そして私はあの女の理論の続きを行った。汚れた魔法の使用によって宿ったカオスならば正常なる流れを使えばオメガとなる。難しいな。だから私は清き人間だけを選別し、うん、純粋な魔法を作り出した。あー、だからなんか人選んでたのか。そしてオメガはこの身に宿った。天才だ。私は人類史上最高の天才。私こそがオメガの力を持ち星の海へ飛び出すにふさわしい。宝珠、貴様の手は引き合った。
出た。これ銃っぽかったけど刀なのか、どっちもいけるのか。あ、どっちもいけるっぽいなこれ。ああ、そうだ、ライフストリームの。おお、声戻った。はい、いや、ヴィンセントにああやって聞こえてるだけってことか。頑張りましょう。